皆さんこんばんは、深川智孝です。今日もやっちゃいましょう。YouTube ラジオビジョン。今日は12月の12日火曜日です。ちょっとね、東京雨降ってて、これから雨も止んで、まあ夜中というか夜ですけど、明日は雨です。明日久しぶりにコスタのインクルーシブスクールもやるんで、まあね、僕大体でも雨降らないんですけど、まあどうでしょうね。まあそれでも、まあ雨も楽しむっていうのは僕のスタイルなんで、まあどんな天気にしても、まあコスタさんと一緒にやらせてもらってるインクルーシブスクールに感謝しながら、明日も楽しんでいきたいなと思ってます。今日の YouTube ラジオビジョンの一番最初、まあ何十個かぐらい ありすぎかそれ 何個かあるんですけど、まあ一番最初にちょっと話しておきたいなと思ってるのが、先日12月10日の日曜日だったんですけど、僕ちょっと出張予定で、行けないなと思ってて、ものすごく興味があった講演会があったんですよ。で、皆さんご存知かどうかはちょっと微妙ですけど、12月10日って世界人権デーといって、まあ、人権の日だったんですね。で、僕日本だけかなって勝手に思ってたんですけど、なんで日本だけかなって思ってるかっていうと、地下鉄に乗る時とかにポスターが貼ってあったんですよ。まあ人権デーっていうことで、12月3日から9日までかな、人権週間だ、人権週間っていうのがありますみたいな感じで貼ってあったんですよ。で、僕ね、もともとこう人権週間とか、まあインクルーシブって観点で考えていくと、人権週間とかやってるからインクルーシブも何もそういう風になっていかないんだよみたいな、逆にそこでもう区切っちゃうからみたいな感じで思ってたんですけど、今この間もちょっとハイハイに話したんですけど、いや、やっぱあった方がいいなっていう話をしてたんですよ。なんでかっていうと、人権週間とかそういうのがあったとしても、それほどみんな気にしないことでもあると思うんですよ。ただまあ人権週間ってああやってポスター貼ってたりとかすると、僕も見てますし、まあ通りかかった人が「ああそっか、今こういうことか」みたいな、まあ差別とかね、まあそういうこともそうですし、まあいろんな形でそういう人権っていうものをね、考えるいい機会になるんじゃないかなと思って、やっぱり今まだ現状、まあこの世の中では必要なんじゃないかなと思って。ポスター良かったなと思ってたんですよ。で、12月10日に足立区の方で、僕のプロフィールというか、インタビュー記事を書いてくれている高橋愛ちゃんが、まあ、司会進行役で、今回その人権で、足立区のその人権デーで、講演される方が、皆さんご存知かと思うんですけど、木村花さんって、リアリティショーで、誹謗中傷、その後のね、ネット、まあ、SNS を使った誹謗中傷でお亡くなりになった、木村花さんのお母様でもある木村京子さんが講演をするということで、それはもうね、本当に、なんて言うんだろうな、まあ、もちろん当事者ですよね、ご家族として。で、そういった中で、まあ、いろんなこう経験をその後もされてるんですよ。僕それちょっとね、ネットとかでも見させてもらってたんで、誹謗中傷についてとか、そういうことに関して僕もすごい興味があったんで、まあ、ちょっと出張がなくなったっていうことで、高橋愛ちゃんに前日の夜かな、急遽、当日だったかな 愛ちゃんごめんって言って、講演聞かせてもらえないかな、愛ちゃんパワーでみたいな感じで言ったら、大丈夫ですよみたいな感じで言ってくれて、で、まあ、急遽その、まあ、参加させてもらったんですよね。で、まあ、優しい花を咲かせましょうっていうことで、まあ、本当に花さんのそういう思いだったりとか、そういうのを、まあ、今現時点では NPO 法人、リメンバー花っていう NPO 法人を立ち上げて、木村京子さんもいろいろ活動されてるんですよね。で、まあ、今回いろんな、まあ、その誹謗中傷、まあ、批判と誹謗中傷の違いとか、そういうのも含めて、まあ、いろんな深い話をしてくれたんですよ。で、まあ、そのステージがあって、お二人が壇上で、まあ、テーブルと椅子で、で並びながら、まあ、木村京子さんがお話をして、で愛ちゃんがいろいろデータとかを含めて、後ろに大きなスクリーンがあって、そこに、まあ、パワーポイントで、
まあ、いろんなデータだったりとか、まあ、こういうことはどうですかっていうことを、まあ、その司会の進行の中でお手伝いをするっていうのが愛ちゃんだったんですよね。でその中で僕今回ね、まあ、一番最初に木村京子さんが、木村京子リングに入場みたいな感じで、まあ、あのプロレスよくあるじゃないですか、あの感じで入場してきたんですよ。でなんとなく皆さんご存知の方はこうアフロヘアで、まあ、どちらかというとまあ怖いキャラクターというか、まあ、ある意味ポップでもあるのかなと思うんですけど、まあ、そのアフロヘアでこうまあ入場してきて皆さんとまあまずは握手というかハイタッチをしたりとかして、まあ壇上に戻るっていう感じだったんですけど、まあそんな感じのスタイルで入ってきたので、あ、どんな感じの公演になるのかなって、まあ僕も興味ありますよね、もちろんね。僕自身も公演やったりとかするんで。そしてまあ壇上に上がって、でまあ木村京子さんですって言った時に、まあ第一声の声がものすごく可愛らしい声で僕記事では見てたんですよ。まあヤフーニュースだったりとか、まあそういうネット記事では木村京子さんのことを見たりとかしてたんですけど、声は実際聞いたことなかったんですよね、実は。そしたらまあすごく優しい可愛らしい声で、でまあ雪をよろしくお願いしますっていうことと、今回その公演はまあどちらかというと私から一方的に喋るわけではなくて、皆さんの参加型の講演会ですっていうことを伝えてたんですよ。でまあ参加型ってどういうことかなって思ったりとかしてたんですけど、まあ要は対話ですよね。木村京子さんと愛ちゃんからこう何かこれに関してはどう思いますか、まあ、SNS の良さとか、まあ、それによっての、まあ、逆もありますよね。でそういうのを、まあ、対話形式で、まあ、後ろのパワーポイントに出て、でこれに関してはどうですかって、まあ、お近くの人と一緒になって考えてもらえたらありがたいですって言って30秒、まあ、カウントしますみたいな感じ、30秒後に、まあ、いろんな人に手を挙げてもらって、まあ、発表みたいな形ですよね。でその発表みたいな形で話していることに対して、まあ、皆さん拍手して、でそれに答えるのが、まあ、木村京子さんだったんですよ。で僕ね最初、まあ、どっちかというと僕の講演なんかは皆さん聞いたことある方は分かると思うんですけど、まあ、ある程度一方的にやっぱり話しちゃうんですよね。で、まあ、僕の伝えたいようなことを伝えながら、まあ、最後に質疑応答みたいな形でやるんですけど、まあ、基本的にこれまあ本当に僕がお世話になった元日本代表監督で、僕がコンサドーレ札幌時代に監督としてお世話になりました岡田武さんがよく言ってるんですけど、まあ、何か質問ありますかとか、なんか思ってることみたいな感じで、まあ、手を挙げてくださいって言ったら、まあ、大体日本人手を挙げないんだよなって言ってたことがあったんですけど、僕もまあそういう感じなんですよ、まあその講演をやったりとかすると。であればまあ自分で伝えられることをまず伝えちゃって、それからまあ発表してもらうんであれば発表というか、まあ手を挙げてもらうとか、まあ質疑応答ですよね、そういう形にするんですけど、まあ木村京子さんの今回の講演というのは本当に一回一回というか、まあ、それぞれのテーマに対してまず一回考えてみてくださいっていうとこからスタートするんですよ。なので僕がいつもやってる講演会の僕のリズムで言うとものすごく、まあ、テンポがゆっくりというか、これいい悪いとかで言ってるわけではないんですよ。で最後に、まあ、僕はいろいろ思ったことがあったんですけど、まあなかなかこうなんていうんですかね、まあざっくばらんにとか、あともう本当に心で思ってることをそのまま言葉にしてくださいって、まあ、木村さんも言ってくださってたんですよね。でもやっぱりこう自分たち考えてそれなりにこうなんていうんですかね、当たり障りのない答えというか、やっぱりそういうのが結構多いわけですよ。でまあその問題に対して答えると、花ちゃんマスクといってマスクがいただけたりとか、あとその花さんのメモリアル、チャリティーマッチみたいな感じのイベントのそのパンフレットをいただけたりとか、なので結構まあ皆さん手を挙げられる方はいるんですけど、まあ大体同じような方なんですよ。でまあそういった中で、でもマスクが配られ、そしてパンフレットも配られ、で僕なんかはね皆さん知ってると思いますけど、まあ、すぐ手を挙げたいわけですよ。こうなんか思ったらパッと挙げて、これはどうなんですかって聞こうかなと思ったんですけど、逆にそのプレゼントがあるっていうことで、すぐにパッと手を挙げると毎回僕ばっかりになっちゃうと、ちょっとこの講演会のこう皆さんにとってもいろんな、まあ、発言ができたりとか、
そういうので木村さんとの、まあ、対話ができるその場面を減らしちゃうんじゃないかなと思って、僕、まあ、最初は遠慮してたんですよね。まあ席としてはそのど真ん中にいて まあ見させてもらってたんで、まあ、周り全体を見渡せるっていうのもありますし、パワーポイントもすごい見やすい位置でいたんですよね。で、まあ、そういった中でこう対話をしながらやっていって、まあ、いろんなテーマが出てきたんですけど、僕本当にこの、まあ、SNS っていうものを、まあ、考えるっていう時に、まあ、僕のスタイルのような講演でどん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 話していくっていうのは、ある意味パッと思ったこととか、まあ、もちろんね、僕自身も講演会に関しては準備はしてるんですけど、パッと思ってるようなことを言ってるのと同じなんじゃないかなって思ったんですよ。それは何でかっていうと、やっぱり今回ちょっとテンポがっていうところにつながってくるのは、一回、まあ、SNS ってそうじゃないですか。もう、まあ、言ってみたらスマホを持ってたりとか、そういうのでポチポチポチって、まあ、思ったことをパッて入れてポンって押せば、もうそれが世界中に発信されたりとか、その何か問題提起している方に対しての、まあ、ここも一つ面白かったんですけど、批判なのか、まあ、同調することもそうですよね。あと誹謗中傷とか、そのどれにつながってきてるのかっていうのも一瞬でいろんなことできちゃうじゃないですか。なので、その判断ってパッてした時って、正解不正解ってあるかどうかっていうのは分かんないですけど、まあ、明らかにあるものもあるじゃないですか。言葉でもそうだし、汚い言葉もそうでしょうし、誹謗中傷ってまさにそうですよね。で、そういうのパッと出るじゃないですか。それに対してやっぱり今回その木村京子さんが一回皆さんと考えてくださいっていう、スタイルっていうのは、まず一度自分たちがパッと思ったとしても、まず30秒だったら30秒一回考えて、それから投稿しましょうっていう、それと同じなんじゃないかなって僕思ったんですよ。だこれは深いなと思って、いろんな形でこうやっぱりこの世の中、今ネット社会になってきて、どうしてもまあ誹謗中傷で、先ほど話しましたけど、批判と誹謗中傷の違い、これって皆さん何だと思いますか？僕もね、これ考えさせられたんですよ。まあ、答えがね、絶対ではないけど、まあ、答えみたいなものがあるんですよ。で、これは僕今ここで言うことはできるんですよね。木村京子さんの講演でも、まあ、その答えというか、まあね、そういうものを伝えてもらいましたし、実は僕、その木村京子さんがやっている NPO 法人のリベンマーハラさんの方の、YouTube を見させてもらったんですよ。で、設立の、まあ、設立した日の、まあ、花さんの誕生日、2年ぐらい前かな。で、その誕生日に設立した時の、まあ、Zoom を使った多分、皆さんでのイベントというか、そういうのをやっていた中でも、いろんな、こう、弁護士さんの方が話したりとか、学校の先生の方だったりとか、まあ、花さんのお友達のプロレスラーの方だったりとか、まあ、いろんな人たちでいろんな話をしてたんですけど、その中にやっぱりいつも出てくるのは批判と誹謗中傷の違いっていうところだったんですよ。これってやっぱりね、僕ね、僕でさえこう皆さんと一緒にそのテーマをいろいろ話してくださいって言われて、まあ、僕ね、ちょうど3席ぐらい隣っていうか、まあ、ちょっと空いてたんですけど、で、僕と同い年ぐらいの女性の方が座られてて、で、その方に僕声をかけてたんですよね。で、どう思いますか、どう思いますかみたいな感じで、そしたらね、その方すごい丁寧に僕にも少し話してくれてたんですよ。なので、僕どっかのタイミングで一回手を挙げたいなと思って、で、まあ、できればまあ、一緒にその女性の方と、まあ、いろいろな答えというか、まあ、考えてますよね。なので、パンフレットがもしあれば、パンフレットをいただけるぐらいの最後の1回ぐらいのタイミングか、もしくはまあもらえなくてもいいから、なくなったぐらいの方がいいなと思ったわけですよ。そしたら皆さんに逆にいろんなこと知ってもらえるじゃないですか。で、僕は高橋愛ちゃんが、まあ、いるわけで、そこに甘えるわけじゃないですけど、何かいろんな情報っていうのは愛ちゃんの方からも聞いたりとか、その後、まあ、新たにご縁をつないでもらったりとかもできるじゃないですか。なので、最後の方で、まあ、ちょっと僕手を挙げたんですよ 実はっていうかね、その場にいなければ分かんないと思うんですけど、で、そこで、まあ、いろんな答えを出させてもらったんですよね。
いろんな答えというか僕なりの答えを出させてもらったんですけど、まず皆さんに一つ考えてもらいたいのが、その批判と誹謗中傷のその違いっていうものがどうなのかっていう、これはやっぱり根本的なところでやっぱり一番テーマとして考えていかなければいけないところなんじゃないかなって僕は思います。でそのことも皆さんも本当に言ってましたし、僕も一つ一つその、まあ、今回の課題というか、まあ、どう思いますかって、木村さんも言ってましたけど、正解はないと。でまさにそうだと思うんですよね。これは SNS の使い方とかそういうのもそうですし、ただまあこれをやっぱり小さい頃からどういうふうに教育していくのかっていうのが大事だっていうことも話してたんですよ。でそういうので講演活動もされてるっていうことだったんで、そのリメンバー花さんのこう、まあ、活動が開始される時にも小学校の先生が参加されてて、でそこでもいろんな話をしてたんですよね。で僕もそういうのを聞かせてもらって、あなんかいつか僕自身もいつかというかね、もう本当にこれはもうすぐにでもやっていかなければいけないんじゃないかなと思うわけですよ。まあすぐねパッパってできちゃうわけだし、そういう誹謗中傷っていうのはもう止まらないわけですよね。なのでそういうのもちょっと僕の活動の中にも入れていきたいなと思ったんですけど、でちょっと話は戻すんですけど、先ほど3席隣にいた女性の方と話をした時の、僕らに対しての問いは何だったかっていうと、あなたに対してそしてご家族に対しての誹謗中傷があった時にはあなたはどうしますか、これが一つの問いだったんですよ。これねもう本当に最後の方だったんで、あなんかあこれは僕はもう絶対あげたいなと思ってでちょっとその女性の方にも、あ僕はこう思うんでちょっともう手を挙げて言いますねみたいな感じ言ったら、木村さんの方が当ててくれて、皆さんどう考えます？まあ僕自身はまあ自分のことそうですよね。皆さんもこれ聞いてくださってる皆さんもそうだと思うんですけど、一つまあ考えていってもらいたいなと思うんですけど、あとまあ家族だったりとか、まあ、親友とかっていうこともそうだと思うんですよ。まあいろんな形でこう、まあ、大切と思う人たちがこう誹謗中傷を受けたらどうしますかって言って、で僕まあパッと手を挙げて大きい声ではいって言ったら、マイクランナーの方すいません早めに行ってもらえますか、まあ時間ねだいぶ押してたっていうか、まあちょっと時間もまあ終わりに近づいてたんで、マイクランナーさんっていうのはよく会場にマイクを持ってでパーッとマイクを運んできてくれる人なんですけど、僕ねまあその何て言うんですかね、ホールの中の真ん中の方真ん中にいるじゃないですか。で中心にいるとマイクを回してくるのも大変だったんで、あ僕声でかいんで聞こえると思うんで大丈夫ですって言って、あそうですかありがとうございますってなって、僕が木村さんに答えたのは、仕返ししたいと思いますって言ったんですよまあ本当に今日学びになってありがとうございますっていうことと、あとまあ僕そして家族にはもうそういうふうにしてきたんであれば僕は仕返ししたいと思いますって言ったら、もうみんなちょっと一瞬引いてたんですけど、これまさに僕本当にそう思うわけですよ。僕なんかね絶対に仕返ししたいなと思っちゃうんで、でそれをまあ本当に変にオブラートに包まずにそのまま言ったら、ああ木村さんが本当にあそうですよねって言って、パンフレットを差し上げてくださいって言って、まあ、パンフレットもらったわけですよ。で女性の方にプレゼントしようかなと思ったんですけど、あもう大丈夫です大丈夫です、どうぞ持って見てくださいみたいな感じになって僕持って帰ってきたんですけど、その時にもやっぱりこう木村さんが、いや本当に私もそういう気持ちもそうでしたしっていう話から、その自分がやっぱり強くなければいけないっていうことで、アフロヘアなんかもまさにそういう、まあそれはね花さんが亡くなってからのことではないと思うんですけど、まあ自分が強く見せるためにもアフロヘアだったりとか、そういうちょっと見たところから入ったりとかね、そういうのも強い部分を見せるっていうことでやってるっていうこととかいろいろ話してくれてたんですよね。で僕はもう本当にその時そういう言葉で伝えたわけですけど、まあその木村京子さんに関して言うと、まあそういうこともあるんですけど、まあ皆さんにもしまあいろんなことがあってこう、まあ本当にねこれ1時間半だったんですよ今回の講演は。で、まあ、これ本当にかいつまみすぎて皆さんに全てが伝わるわけじゃないと思うんですけど、誹謗中傷とかがあった時にやっぱり私の経験上一番やっぱり皆さんができることというかやってもらいたいことっていうのは、それぞれのそういうまあソーシャルメディアというか、まあそういうのいろんなものもあるじゃないですか。でその SNS でその中で必ず通報っていうのができるので、
その通報を皆さんで、まあ、おかしいなと思ったらたくさんすると、それに対しての、まあ、攻撃的な反論とかどうとかっていうのではなくて、そのちゃんとしたシステム上で通報っていうことから皆さんが力を合わせて、まあ、そういった誹謗中傷がなくなるように、でその投稿が削除されていったりとかで、まあ、最終的にはね、本当にあの木村京子さんもいろいろお話ししてくれてたんですけど、まあ、開示請求とか、まあ、そういうふうに誹謗中傷がひどくて、やっぱりその人をあの、まあ、追及していくというか、まあ、本当にね、あの誰なんだっていうことをはっきりさせるっていうことも大事なんだけど、それにはやっぱりお金がかかったりとか時間もかかったりとか、まあ、法改正なんかも、もう本当に木村さんがこう、木村さんだけではないですけど、まあ、いろんな人たちが力を合わせて、もうどん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 法も改正されていって、まあ、厳しいようにはなってきてるんですけど、でもさほどその、まあ、刑事罰というか、まあ、そういうのも含めてあの軽犯罪っていうところに入ってくるらしいんですよね、こういうのね。で裁判とかやって、まあ、お金だけの問題じゃないですけど、その罰金として9000円とかっていう話なんですよ。僕全然知らなかったんでびっくりしたんですよね。でもまあ木村さんはそういう話をいろんなところでしているらしいので、多分情報を調べていけば出てくると思うんですけど、まあ、そんな感じでやっているので、まずはその、まあ、その裁判に行くだけでも80万とかで、まあ、200万とか、まあ、そういうレベルでかかっていくらしいんですよ。で一つやるのにも、まあ、一つの開示請求だったりとかそういうのでもすごいお金がかかってやっていくらしいんで、まあ、だからそういうふうにならないのがまあベストですよね、もちろん。で、まあ、本当に人を傷つけるとかそういうことではないようになっていくような世の中にしていかなければいけないっていうところから、まずは変えていかなければいけないっていうことを、まあ、木村さんはおっしゃってたんですよね。で僕やっぱり今回ね、あの本当にあのやっぱりこう当事者だから、まあ誹謗中傷とかもそうじゃないですか、まあ、僕なんかはねやっぱり障害者の方たちの差別だったりとか、まあ、障害を持った方たちだけじゃないですけど、まあ、こうインクルーシブ活動ってやっていくと、まあ、そういった中でのいろんなね、あの、まあ、国籍だったりとかもそうじゃないですか。で、まあ、年齢性別とかでもいろいろあるわけですよ、そういった中でのね差別だったりとか。でもそれと同じような感じでやっぱり今回聞いていくと、その当事者じゃないとわからない部分ってすっごいあると思うんですけど、その当事者の気持ちに、まあ、寄り添うというか、そういうのも本当にやっぱり大事なんじゃないかなって思います。で今回あの強く言っていたのは、その、まあ、ネットのそういう誹謗中傷って、まあ、例えばじゃあ携帯を開いてその人が書いてるような誹謗中傷を見なければいいんじゃないかっていうふうに思いがちになるじゃないですか。僕まさにそう思っちゃってたんで。でもそれって一番強烈にあの心にズサッとくるらしいんですよ。でまあその見るなと言ってもやっぱり見ちゃうじゃないですか、こういうのって。人って気になったらやっぱ見ちゃうんで、そうすると見るとまた自分も落ち込んでくるし、まあでも見ないで見なければいいじゃんって、まあ、そんなね、簡単なことじゃないのにそう僕らは簡単に言いがちじゃないですか。でそういうのがやっぱりすごい溜まってくると、まあ、本当に辛い思いをされるっていうことなんですよ。なので僕自身も本当にそのまあなんか障害を持った方たちとかでもそうですけど、まあ、安易になんか言葉をかけるっていうことではないんですけど、やっぱり一緒に寄り添ってなんか本当に相談できることあったらいつでも言ってくださいねとか、そういう感じの方がそういった当事者の方たちには心強いというか、ちょっと心が休まるっていうような話をしていたので、まあ、これはね絶対正解でもないかもしれないんですけど、まあ、そういったような話を、まあ、今回の講演でもそうですし、そのリメンバー花さんのその活動を、まあ、YouTube とかで見させてもらってもそういう話をしていたので、やっぱりその心に持っているものをまあ取り除けはしないわけじゃないですか、絶対に。でもそういった部分をみんなで考えていったりとか、そしてまあ助け合いの気持ちというか、その助けてあげるなんてね、まあ、簡単にそんなことも言えないわけですけど、でもこう一緒に寄り添って、まあ、何かあったら本当に一緒にまあ戦っていこうというか、ね、まあ、喧嘩をするわけでもないし、何かそうね自分が強くなきゃっていうことではないんだけど、でも一緒にねいろんな物事を考えていって、
そして、まあ、解決はできないけれども、まあ、いろんなことが良い方向に向かっていくような、そういう社会にできるようにしていこうっていう感じのことがやっぱりすごい伝わってきたんですよね。なので今回、まあ、この批判と誹謗中傷っていうのは皆さんにとっても今日この YouTube のラジオビジョンを聞いていただいたらいろいろ考えていただけたらと思いますし、まあ、本当にね、多分パッと出てくるような方たちもいると思うんですよ。で、一番シンプルにその木村恭子さんが思ったっていうのは、まあ、中学生の方が言ったことがもう本当にその通りだなと思ったような言葉もあったっていうんですよね。まあ、それも言ってたんですけど、まあ、ちょっとこれはね、皆さんにぜひ一回考えてもらいたいなと思うので、ここでは言わないですけど、でも皆さん本当にね、これも誹謗中傷とかこうネット上でこういうことが起きるっていうのはもう本当に一言じゃなくて、もう僕だってこれ喋って、もしこの YouTube ラジオビジョンを見た方聞いた方が、まあ、誹謗中傷する可能性だってあるわけじゃないですか。でもそういったリスクもやっぱこの世の中と向き合ってやっていかなければいけない時にはやっぱり自分も知っとかなきゃいけないですよね。そういったこともあり得るっていうことをやっぱり考えながら、自分もこう、まあ、ネットに対してのこう恩恵も受けてるわけですよね。オンラインサロンをやったりとか、こうやって YouTube をやったりとか、でいろんな人たちが僕の情報を伝えてくれたりとかするっていう、まあ、良さも本当にたくさんあるわけじゃないですか。でも片ややっぱりいいこともあれば、同じだけの量ぐらいな感じでその、まあ、良くないことっていうのも、まあ、反対ひっくり返すとあるわけですよね。その一番最後にやっぱりこう人の命を奪ってしまうとか、そういうところまで来てしまうと、やっぱりそれはまあ良くないことですし、まあ、良くないというか、まあそれは当たり前ですよね。でもそういったことが事実あるっていうことは、やっぱりそういうものも含めて、まあ、どういうふうにこれからの世の中っていう、そのまあネット社会、こういうものに対してどう付き合っていくのかって、僕らだけだったらいいですよね。まあアナログ人間でとかって言って、まあそのネットとかうまく使いこなせないんだよねとかって言ってられる年代、まあ僕51歳ですけど、だったらいいですけど、でも今の子供たちってこれから本当にこのまあ社会が当たり前じゃないですか、このネット社会っていうか。なのでそういった中でどういうふうに大人になっていくかとか、そういうのも僕らが見守っていかなければいけないし、ちゃんと道しるべみたいなものをつけていかなければいけないと思うんですよね。なので今回本当に僕、公演見た後もうすぐに、まあ、いろんな情報っていうかね、僕いろんなことすぐ調べたいんで調べるわけですよ。でまあリメンバー花さんのそういう活動だったりとかもそうなんですけど、まあ木村さんが話してる、でまあ、その交通事故とかで亡くなられた方の被害者の会みたいな方たちとの対談とかもあるんですけど、まあ、そういった方たちとの対談であったりとか、まあ、同じような方向性というか、まあ、そういうものを、まあ、本当に交通事故で被害に遭われた方のご家族が逆にこう誹謗中傷に遭うとか、もう本当に言ってみたらわけわかんないですよね。でもそういうことがあるんだっていうことを僕今日ちょうど見たんですけど、知ったので。ただその方はまあ、本当に自分が、まあ、家族を、まあ、その交通事故というか、まあそのまあ、加害者がいての事故ですけど、そういった中で亡くなられて、で、まあ、車の事故だったんで、車をやっぱり恨みますかみたいな雰囲気だったんですけど、いや僕自身は車が、自動車があったっていうことで本当にたくさんの思い出を作らせてもらったりとか、本当に楽しい思い出があったと。だからそれだけで車を恨むとかそういうことではないし、その木村さんもそうなんじゃないかと思いますけどっていうことで、 SNS にもやっぱりいろんな恩恵を受けてるっていうことを言うわけですよ。ただやっぱり一歩間違うとこういったことになってくるっていうことは、やっぱりそこにならないようなそういう社会を作っていくとか、そういうことをやっぱり自分たちがやっていかなければいけないっていうことをやっぱり強く言ってたわけですよね。なので本当にただ単にそのまあじゃあ自動車事故が起きるのは自動車が悪いとか、ネットで事件が起きるのはネットが悪いとかっていうことではなくて、本当にそこを使いながらそういう風になってしまうようなその心の部分というか、そういうのをやっぱり変えていかなければいけないんじゃないかなっていうのをやっぱり僕はすごい思いましたね。なので今回本当に愛ちゃんにまあ急遽というか行かせてもらいながら、まあ本当に学びですよね。日々学びなんですけど、今回そこまですっごい感じてたわけじゃないんですけど、
誹謗中傷っていうものに対してのこれからの自分の考え方っていうのも含めて皆さんにも少しずつお伝えしていきたいなと本当に思いました。愛ちゃんありがとうね。で、木村京子さん本当ありがとうございます。そして木村花さんのね、本当にご冥福をお祈りしたいなと思いますし、いつかね、ゆっくりこう僕自身もね、もっと自信を持って、誹謗中傷っていうものとの向き合い方とか、それに対しての自分なりのやっぱりもっといろんな考えだったりとか意見とかを持った上で、ぜひね、木村京子さんともお話しさせていただけるような、そういった機会があればいいなと思います。で、木村花さん の、パンフレットをいただきまして本当にありがとうございます。中身も拝見させていただいて、いろんな人たちの思いがあるんだなっていうのをやっぱり強く感じました。で、最後に僕、うちのサロンのメンバーさんはちょっと知ってるんですけど、ちょうどその花さんが亡くなられた翌日、僕、東京都内は基本的にね、自転車で行ってるっていうのは皆さんに言ってるんですけど、ちょうどそのネットニュースとかで見てたんですよね、花さんが亡くなられたっていうことで。で、僕自転車でちょうどね、その時いろいろ東京都内を移動してたら、人がガーッと集まってるところがあったんで、あれなんだろうなと思って、たまたまその後にその近くに住んでる人たちに話を聞いたら、花さんが亡くなったことで、会見じゃないけど、その取材を受けてるんだっていうことだったんですよね。で、あの時から僕はなんとなくこういつも思ってるわけですよ。僕ね、特別なんかこう木村花さんのことを知ってるわけでもないし、そのリアリティショーを僕見てたわけじゃないんで、ただなんか可愛らしい子 でプロレスやってる方 でテレビでちらっとね、見たりとかすることはあったけど、何をやってるっていうかそこまで詳しくは知らなかったんですけど、そこでちょっと僕の中ではなんでこういうことが起きたんだろうなっていう思いもあったので、今回、ちょうどタイミングが良くというか、これもね、本当に意味のある偶然の一致というか、もう本当に出張がなくて、で、愛ちゃんに急遽お願いして、で、自転車壊れてるけど、歩いて行ったりとかっていうのとかね、いろいろ思いながら行かせてもらって、木村さんのこう本当にね、貴重なお話と、やっぱりそこで何を感じ取るかっていうことだったと思うんですよ。で、 SNS っていうのはパッとね、すぐに何でもパッとやっちゃうものじゃなくて、やっぱり一回自分で考えて、それから一回間を置いて、そして考えて投稿した方がっていうか、しなければいけないっていうことだと思うんですよね。で、それをね、本当に今回伝えてもらったっていうのが僕にとっては一番だったし、でやっぱりね、ちょっと僕も一回考えるようになりました。本当にね、まだ2日ですよ、10日お話を聞かせてもらって11、12で、でもそれでも本当にね、すぐにパッとなんか、パッとすぐやるっていうものもそんなにないんですけど、やっぱちょっと一回持ち帰るようにして、で自分の中で考えて、皆さんに伝えるようにしてるので、ぜひ皆さんもね、何度も言わせてもらいますけど、この、自分事じゃないというか、これは人事だというか、そういうことではなくて、やっぱり皆さんそれぞれがやっぱり考えていって、で答えは絶対には出ないけれども、でもそういったものをやっぱりこれからの人たちにも伝えていけるような、そういう環境をね、一緒に作っていけたらいいなと思いますんで、また今日もね、ちょっと YouTube ラジオビジョン、長くなりましたけど、ここ最近本当にね、たくさんの皆さんが僕のこの、YouTube 深川智孝チャンネルをね、見てくださってたりとか、もちろん YouTube ラジオビジョンだったら聞いていただいたりとか、本当にね、ラジオビジョンっていうのは耳でも聞くこともできるし、目で見ることもできるっていうことで字幕もついてますんでね、ちょっと不完全ですけどでもそういった形で皆さんにいろんな情報を伝えられるようにというか、僕は残していきたいんでね、とにかく子供たちにやっぱり将来、50年後100年後、今日本当に志麻さんの話、僕が、去年ですよね、昨年、この話出ましたけど志麻さんと一緒にちょうどご飯を食べながら話させてもらったものが残ってたので、それもアップさせてもらってますんで、島新一郎さんと一緒に50年100年先の未来へっていう形でアップしてますんで、もしよかったらその話も聞いていただけたらなと思います。そういうことで今日もちょっと長くなりましたけど、本当に僕自身がいろいろ感じたことをこうやって残していきながら、未来の子どもたちもどうなってるんでしょうね、この先50年ね、100年と。でも今僕がいるこの世界っていうのはこういうことだったんだって、そこからどういうふうに先は分からないですけど、
でも皆さんもしね、こうやって残しておくことで何か子どもたちにまた伝わることがあればいいなと思ってますんで、ぜひ引き続き、今後もよろしくお願いします。ということで深川智孝のラジオビジョン、今日もここで終わろうと思うんですけれども、終わりも手話で終わる花がしぼむっていうことですね。しぼむっていうか、そういう感じの手話ですで皆さんまた会いましょう。じゃあゆっくりおやすみなさい。じゃあねー。